はい、こんにちは、ギャンコアーズの小林です。今回はですね、ドラッグスター250をご紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、久々の入庫ですよ、ドラッグスター250。ドラッグスター探せたよとか、欲しいよ、これが見て欲しくなったっていう方はですね、ぜひぜひね、お問い合わせご相談いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの車両、販売車両になりますので、車両の詳細はですね、この動画の概要欄をご覧になっていただければ、グーバイクの広告先にリンクさせておりますので、そちらからですね、ご覧になっていただければなと思います。価格とか写真とかね、はい、よろしくお願いします。こちらの車両、最初に申し上げておきますとですね、年式が2011年のモデルになっておりまして、走行距離が1万770キロと、まずまずの走行かなと思います。まあ1万キロちょっととね、まだまだこれから全然がっつり走れるよっていうぐらいのね、走行距離になってます。エンジンの調子もバッチリなんで、その辺もね、動画で、ご覧になっていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、まあ仕様なんですけど、基本的に、ドノーマルと言っても過言ではないぐらいの仕様なんですけども、ちょっとオプションでですね、まあグリップヒーターがついてたり、大きめのスクリーンがついていたりと、バンパーついていたりとね、で2掛けフックがついていたりと、本当にね、ツーリング仕様になった1台になってるかなと思いますんで、本当にね、こういった仕様を探せたよっていう方はですね、本当にお買い得かなと思いますんで、よかったらね、ご検討いただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではですね、まあ、車両のですね、コンディションとか、まだがってるところ、エンジンかけたところ説明していきますんで、長々なりますが、よろしくお願いいたします。そして、次に、ハンドル周りからですね、ご紹介していきたいなと思います。はい、まあスクリーン映してもらいましょうかね。スクリーンもね、大きめのスクリーンがついているんですけど、ちょっとね、ここに傷がありますね。はい、その点はあらかじめご了承ください。まあ、この車両をご購入いただく上ですね、スクリーンいらないと言われれば外すことも可能なので、もしいらなかったら言っていただければなと思います。で、ハンドルなんですけども、ハンドルもノーマルのハンドルですね。比較的に本当に乗りやすいハンドルがついていて、まあ、ハンドルも全体的に錆びなくですね、綺麗ですね。どうですか、いかがですか、綺麗でしょね。そしてね、スイッチ周りとかね、ブレーキのマスターの周りとかも見ていただければなと思うんですけども、テカテカしていてね、本当に、綺麗と言っても過言ではない、コンディションになっております。いかがでしょうかね。で、こちらになんですけども、グリップヒーターですね、グリップヒーターついておりまして、こちらグリップヒーターのボタンになっております。はい、グリップヒーターも全然使える。で、なおかつこれ、おそらくオプションのもので高いものついてると思います。多分つけたら3万ぐらいするような、まあ、工事なしでね、はい、部品代が3万ぐらいするような高いグリップヒーターついてまして、これはね、結構丈夫なんですよ。なのでね、いいものついてますねっていう感じです。はい、いかがでしょうかね。そしてね、次に、下回り下がってフロント周りですね、ヘッドライトとかもそうなんですけども、全体的に本当にね、メッキもね、綺麗です。はい、いかがでしょうかね。本当にドラッグスター250もね、今では絶版モデルになりましたね。なのでね、年式でいうと何年式までだったかちょっと忘れちゃったんですけどね、まあコンディションね、良いものもまだまだ残ってるかなというのもあるんですけども、価格がいかんせん高騰しているというのも事実なんでね、はい、お早めにね、ご検討いただければなと思う次第でございます。そして、フロント周り、また説明取りました。フロントホイールちょっと取ったかな、ごめんなさい。フロントホイール周りなんですけども、これもね、本当に、スポークもツヤツヤしておりまして、本当にコンディションいいものになっておりますんでね、はい。まあ、先ほど動画でご確認ください。そして、フロントのタイヤなんですけども、フロントタイヤはですね、残り山具合でいうと大体3分山ほど残っているような感じでですね、そしてちょっとひび割れも若干ありますので、まあ、全然全く使えないということはまずないんですけども、ご心配な方はですね、交換ご希望の方は見ていただければ交換できますんで、はい、納車整備中にね、言っていただければお安くもさせてもらいますんでね、ご相談ください。よろしくお願いいたします。そして、次にですね、その後ろを説明していきたいなと思うんですけど、これバンパーですね、バンパー、はい、もう装着されていますんでね、本当にね、女性の方とかだと、もう転倒も安心できるんじゃないでしょうかね。まあ、そこまで重いモデルじゃないんで、バンパーでカチャッとこう立つんですけど、こけてもね、起こせるような感じでですね、本当にバンパーは本当にね、いいかなと思います。はい、もう本当にこれから初めて乗るよっていう方に安心な時んじゃないでしょうかね。そしてタンク周りなんですけども、タンク周りもね、基本的に大きなへこみなく綺麗んですけども、ちょっとここに1点だけ、傷があります。
はい、その点あらかじめご了承ください。全体的には綺麗にでね、はい、ツヤツヤテカテカしておりますよ。そして、次にエンジン周り映していってもらいたいなと思うんですが、これを回るとね、はい、ステップ周りも本当に綺麗です。マフラーもね本当に綺麗でしょ。いかがでしょうかね。もちろんね本当にね、メッキもね本当になくですね、あの塗装もですねもう本当にいっぱい剥がれてるとかっていうこともなく、全体的に綺麗なもんなんでね、綺麗な探せだよっていう方はですね、ぜひ、この車両をですねご検討ください。よろしくお願いします。で、まあ、VG05J といえばですね、まあ、この、ドラッグスターもね年式っていっぱいあるんですよね。年式も結構幅広くありまして、ちょっと前のモデルは VG02J っていうモデルになってね、ノーマルマフラーでいうところのマフラーがね2本出しになってるんですよ ね。これはね、1本出しタイプの VG05J になってますので、年式でいうともう、まあ、後期型っていうとね、ちょっとあれなのかもしれないんですけども、はい、ドラッグスターの中でいうところ、まあ、そのタイプ2と言っても過言じゃないんでしょうか。はい、ないんじゃないでしょうかですね、はい、すいません。そして、シート周りなんですけども、この女性のこのシートのカラーリングとか僕結構好きなんですけど、ね、この黒とね、この茶色 このツートンカラーね、結構人気のあるドラッグスターでは人気のあるシートのカラーリングだと思うんですけども、このシートもですね全体的に綺麗で、穴開きとかもなくね、はい、いいコンディションになっております。でリアフェンダーとかもね本当に綺麗でしょうね。本当にね、全体的にはあの本当にパールホワイトというような感じなんですけども、ね、このグラフィックとかがちょっといかつになって思うんですけど、全然違うところ撮ってますね。はい、リアホイール周りなんですけど、リアホイール周りはですね、もちろんフロント同様ですね、本当に綺麗なものになっております。スポークツヤツヤしていて綺麗です。で先ほど見たんですけども、リアのブレーキの残り具合もですね、だいたい8分山ほどあると思います。はい、8分ほど残ってるかなっていうような仕様でしたね。で、リアタイヤなんですけど、リアタイヤはですね、残り、タイヤ山でいうと7分山程度残ってますんで、当分の間交換の必要ないのかなっていうような仕様になっております。はい、そして、次にね反対側を映していってみてもらえたらなと思います。はい、いかがでしょうかね。反対側ももちろん綺麗ですよね。まあ、スイングアーム周り、チェーン周りもいろんなねチェーンとかね、いろいろ見ていってもらえたらなと思うんですけども、本当に全体的に綺麗です。あのリアサスとかもね結構ねどうしてもコリとか錆びやすいんですけども、本当にコンディションよく大事に保管されていた車両っていうのはね、ひしひしと伝わっていってもらってるんじゃないでしょうか。はい、エンジン周りもね全体的に綺麗ですよね。本当にね、頑張ってねいいものを探してるんで、はいね、本当に程度いいでしょね。まあ、程度いいかね、悪いかっていうのはね、最終的にはお客様ご判断していただくものだと僕は思ってますので、あれなんですけど、まあ、自分で言うのもなんですけど程度いいですよこれ、はい、大きな転倒等もございませんのでね、ご安心していただける車両に、車両といっても過言ではないです。はい、いかがでしたかね。本当にね、大事に保管されてたんだなっていうのはね、もう本当に見ていただければひしひしと本当に伝わってくるようなコンディションでございました。こんな車両のですね、次にエンジンをかけてみたいなと思います。感じですね、エンジンのコンディションはバッチリです。はい、ちょっとね、指導にちょっともたついちゃったんですけど申し訳ないです。まあ本当にかかりもいいですよ。はい、まあ、指導性も良くですね、でなおかつアイドリングも安定しております。吹き上がりも問題ありません。
ね、白煙なども吹いておりませんので、エンジンのコンディション本当にバッチリです。なのでね、本当にね、エンジン、まあのコンディションに関してはご安心いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてこの車両に次またがっていきたいなと思うんですけども、僕の身長がですね172cm になっておりまして、 172cm の私が乗るとですね、こんな感じです。はい、両足はもうべったり、つくような感じですね。ハンドルのねポジショニングとかもですね、全体的に、どうですか、こんな感じになってるんですけども、はい、やっぱりね160ぐらいの身長の方もですね、難なく乗れるぐらいのやはりポジショニングになってるんじゃないかなと思います。電話が鳴ってるんで電話を終わります。はい、はい、電話がね、鳴ったので、聞き直していきたいなと思うんですけども、はい、まあ、またがってるところなんですけども、で、まあ、ポジショニングのことさっき喋ってあるんですけどね、まあ、足もね本当に、べったり足がつくようなタイプになっておりまして、まあ、足をね、ステップに置くともうこんな感じですね。やはり、まあ、僕は170になる、170の身長がありますので、本当に近く感じるぐらいのね、ステップのこう距離かなと思います。ハンドル周りもね本当にこうしっかり押さえれてですね、まあ本当にね、結構ね見ていただければ分かると思うんですけど、結構もともとアップハンドルなんですよ。そしてワイドなハンドルがついていますんで、乗り心地に関してはですね本当に気兼ねなく乗れるような、まあ、ポジショニング関係になっておりまして、もう長距離走ってもですねなかなか疲れにくいような作りにもともとなっていますよね、ドラッグスター250ってね。本当に、まあ実際乗ってもですね結構乗りやすいんですよ。で、まあ車両も軽いので、近くのねコンビニ行ったり買い物行ったり、プラスアルファねツーリングとかをね、こなしてくれる1台になってるんじゃないかなと本当に思います。はい、まあ、ステップに、サイドさんと同じねステップをこう両方置くと、まあ、こんな感じではあるんですけども、本当にね全体的に、まあ、本当にスタイリングも良くてですね、やっぱり人気の理由がよく分かるよねっていう感じですよね。はい、本当にやっぱりドラッグスターね250も400もそうなんですけど、全体的に、かっこいい車両ですよね。なのでね、もうねこの車両がまずまず欲しくなったと思ったら、ぜひこの車両ですね、ぜひね、ぜひねご検討いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はですねドラッグスター250ツーリング仕様カスタムですね、まあスクリーンとかねいろんなものついてますんで、ついてるようなカスタムをご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。